ハゼのプロです。よろしくお願いいたします。しゃっ、本日はスパイファミリーのグッズ1枚分開封よろしくます。これはポタちゃんがね、秋葉原に行った時に買ってきてもらったやつなんだけど、どうやらむちゃくちゃ可愛いらしい。グッズ自体は全然置いてなかったんだけど、置いてあるグッズがどれも可愛くて、何狙いで今日は引いてく？いや、むずいな。私はやっぱスパイファミリーといえばアーニャ。いやー、そうよね。あればダミアン欲しい。あー、いいね。僕やっぱりちょっとヨルさんが理想の女性すぎて。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、早速これからやっていこうかな。はい。じゃじゃーん、ヘクトコっていうシリーズの缶バッジ。これはフォージャー一家3人のラインナップになってて全6種。いやー、私これだったらね、アーニャのスクール版がいいなー。あー、いいね、スクール版。可愛くないこの制服。これ大きくなってもこの制服なんかな。え、あ、いやでも僕やっぱこれ夜さんの暗殺バージョンが欲しい。いや、かっこいい。これこれいい。なんかよく TikTok でさ、この格好で踊ってる外国のお姉さんとか見るんだけどさ、めっちゃいいよね。いいよね。一つ目、せーの、ほい。お、かわいい。てか発色よくない？ね、いいね。お父さんイケメンすぎです。いや、マジで顔かっこいい。いや、これ揃えたいなー、3つ。いや、これな、親子3人この私服バージョン欲しいな。確かに。二つ目、せーの、ほい。マジ？ヨルさん、かわいいか？ちょっとこれ娘引かなきゃ。リイチ、リイチ。せーの、ポン。あー、かぶった。何やってんだ？なんでここでかぶるの？家族離れ離れすんじゃないよ。ハーレム作れるか。あー、いいじゃん。羨ましい。次。じゃじゃーん、キラキラ缶バッジ全9種。ラインナップが全部フォージャー一家。スパイファミリーさ、まだキャラ登場数あんまり多くないじゃん。そうだね。3分の1で当たる、すごくない？いや、9種類で3分の1めっちゃいいね。ねえ、 C も可愛いけど B のアーニャもいいな。でも夜さん C めっちゃいいな。 Twitter でさ、イラストめっちゃ流れてくるじゃん。うん、ディズニーランド行っとるやつ流れてくるんで、ね、めっちゃ可愛いのよ。この3人でってこと？そう、お揃いの服着てみたいな。そんな可愛いことある？というわけでいきます。ポタ神引きするます。えめっちゃキラキラ。え、目までキラキラなの？これめっちゃいい。え、すごくない？これ他のアニメでもやってほしい。え、かわいすぎる。全部目キラキラなんかな。パパの目キラキラだっておもろいけどな。コードネームピーナッツ。あ、パパ、どうだ光ってんの？あ、キラキラだ。ちょっと見にくいけど、パパの目もキラキラ。この缶バッジマジ当たりだぞ。めっちゃいいじゃん。見て、ほら若干目光ってる。いや、ラメ3つぐらいしかないよ。でも私狙い引いたから、夜さん当たればそうだね、バンバンだね。いや、でも3分の1だから全然怖くねえんだ。そうだね。いや、これ小さい子にも優しいね。確かに。というわけでいきます。せーの、ぽい。ピーナッツとスパイの銃と長官。なんかさ、この表情で見るとアーニャがさ、期待の眼差し向けてるみたいで、めっちゃ可愛くない？確かに。え、これ一番可愛い。だって、私ヨルさん出すわ。アーニャビッ、アーニャビッグフランク好き。最後の一つ。はい、せーの、はい。あー、助かる。いや、これパパの顔してるな。休日のパパだね、これ。ねー、なんか後ろちょっと物騒だけど。こちらミニファイルコレクション、便利で可愛い全9種、フォージャー一家が3種類ずつ入ってます。うん、さっきの絵柄と一緒だね。ね、お、お前芋けんぴついてるぞ。あー、キューン。アドさん、それのグッズ出してたよ。え、芋けんぴピン止め。今んところ偏りがすごいから、ちょっとバラバラにしたよね、さすがに。一つ目、せーの、はい。あー、ビルさんだ。ビル、シェンハイトです。あ、中はこんな感じ。いいね。新幹線のチケットとか入れるのに最適なサイズ。確かに。え、めちゃめちゃデザインかわいい。うん、いいね。こんなちっちゃいのも入ってた。2枚セットなんだ。2枚セットだったわ。 A にゃがいい、 B にゃがいい、 B にゃがいい、 B にゃがいい。キッ、あ、わー、マジで偏る。あ、かわいい。これが一番かわいいんだから。夜さんのイラストもいいんだけどさ、こっちだけのも欲しい。うわー、ちっさすぎてこれさすがにむずくない？これはむずい。せーの、はい。あー、髪引き、シーナー。あ、かわいい、これやっぱここいいね、この色。え、いいね。そしてこれ、え、かわいい。うわー、これめっちゃ当たりですわ。いや、超かわいい、これ。
じゃ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 ーん、スパイファミリーピンズコレクション全7種で、これがポタちゃんの一押しのグッズらしくて5個買ってきてあります。見て、ランダム1と2と3と4と5と6と7があるらしい。これ絶対パッケージミスってるよね。いやでもさすがにゼーニャはアーニャが欲しいから。ゼーニャはアーニャが欲しい。あ、え、結構大きいかも。触り心地ね、縦長。一つ目、せーの、ドン。え、スパイナイフかな。可愛くね。え、こういうモチーフ系な。イエス。ああ、なるほど。え、めっちゃ良くない。これね、なんとキメラ長官がいます。いや、それは別にいいかも。え、私これ一番欲しかったかも。あ、ほんと？うん。だって私もスパイってことじゃん。そう、これつけとけばあなたスパイですよ。え、いいな。ってわけで2つ目、せーの、ぴょん。え、夜さんの耳飾り。良すぎ。ピアス開ければ。え、3つ目、せーの、はい。あ、使用用と保存用。一人してスパイになれるのいいじゃん。いや、僕もちっちゃい頃スパイに憧れてさ、スパイグッズのガチャガチャめっちゃ引いたもん。ガチャガチャなのに盗聴器とかあったよね。ええー。普通にやばいよね。あとこの無線通話のやつ。ええー。そう、めっちゃロマンあったんだよな。バタン長官至急。いや、可愛くな。え、これがポタちゃんの一押し。いや、これアーニャの食べとるピーナッツの袋のピーナッツ。マイナスね。せーの、はい。お、学校の校章。うん。え、やばくない。入学おめでとう。え、ありがとう。めっちゃいいね、これ。ポスポスコレクション全16種2枚入り。2枚セットって言ってもさ、この系のやつってなんかバラで入ってるイメージあるけど、まるで2個ずつ入ってそうだよね。ね、この並び的にね。え、だってこの家族3人のやつとかめっちゃ欲しいもんね。いや、めっちゃ欲しい。1枚目パラッパン。おお、ライダー。いいね。うわ、懐かしいこの感じ。うわ、目が3ラメしか光らない男。せーの、じゃん。おお、家族写真。これいっちゃ欲しいんだから。いいな。これが一番当たりだね。ね、ちょっとパッと見、赤い。お、これは夜さんか。赤は夜さんなんじゃない。ね、だって見て、ほら、僕の手穴開いてんだもん。ほら。あ、そうなん。やってみ。どういうこと。こうやって手穴開いてね、こっちの手に。おー、開いてすごい。でしょう、夜さんに刺されちゃった、ね。せーの、チャラリ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 ラ。わー、うわ、かっこよ。かっこいい。うわ、ちょっと印刷荒。あ、え、嘘、揃えて飾れるよ。同じ種類のやつや。ね、いいね。後ろピンクやけど、ポタちゃん。え、あれあれあれ。昔昔あるところに宝者一家という者たちがおりました。わー、え、すごくない。引き、ただ印刷ちょっと伸ばしてあるね。ガシャだね。遠くから見たら分かんないね。あ、いいね。こっちの方がでも可愛いんだよね、ポスター。そうなの。続きまして、こちらキャラポスコレクション全16種。なんとこちらはフォージャー一家に加えてダミアンもいらっしゃいます。この2つセット欲しすぎん。いや、これだよ ね。え、でもさ、この寝てるアーニャも可愛いし。うわ、いいな。格闘の2人も可愛いし。この夜さん自分で作ってない料理持ってるの欲しい。うわ、でもダミアンアーニャ欲しすぎるかも。いや、これ揃えたい。これ揃えるために買ったまであるもんな。なあ、封印が今解き放たれる。ほい。あっ、えっ、ボタン。マジ、一番欲しいの来た。しかもこっち印刷めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。さっきと比べ物なんないって。いきますよ、じゃあ2つ目、せーの、ほい。えっ、セット。これさすがにセットか。それか史上最強の神引き。私ダブルダミアンでおーいって言いたかったに。普通にいい引きしたら気まずいんだね。セットの可能性ありけり。いや、今まで銀玉でこれ散々買ってきたけど、10年前はセットじゃなかった。信用ならな。2箱目封印よ、ドカン、ドゥルルン。ギャシャギャシャ。めっちゃ嬉しいんだけど、これ立ち絵バージョンがギャシャギャシャなのかな。あと使い回しかだね。2枚目が、せーの、ほい。はっ、 え、 え、かわいい。これパパと娘、しかも印刷綺麗ね。え、かわいすぎる。ってことはよ、これやった。どんくらいの確率なの。やばいって。16分の2が重なる確率でしょ。これ NASA に提出していいレベル。